もしかして例の夢の話ですか？これだけ古代書がひしめく地を探索するなど危険極まりないのですが、このまま漂流村へ戻っても島を脱出する手立てはありません。ちびりそうな場所だが、考えるまでもないみてえだな。リコッタの親父さんもこの北部にいる可能性が高いんだろう。しかり、リコッタ父上探す。やむを得ませんね。行きましょう、ジャンダルムの北へ。待て。の一種ですといっても気が遠くなるほど古い種のはずですが、おいしそうだな。やめておきなさい。はっ、君だ。これは珍しいな。
逃さない。何が釣れるかな。かかった。いい感じだな。これは大きそうだ。よし、釣れたぞ。
星だ。やっつけやっつけやっ、はい、おや、何かあるか。ふぅ、はい、何かあるぞ。
これは絶景だな。ついてるな。ひょっとして山頂から直下に見えていた大樹ですか？たまげたな。大きいとは思っちゃいたが、まさかここまでとは。本当に。下には建物も見えるな。こうして見ると随分古い遺跡のようですね。あの大樹を祀る施設のようにも見えますが。息するのが怖いくらいだな。おお、水音の一つ一つすら響いて、なんだか時間が止まったみたいだぜ。はい。
相変わらず王都はすごいにぎわいだね。ねえオルガちゃん、謁見までまだ時間があるんだよね。ああ、夕刻の約束だが、お前まさかみんなの暮らしを知らずしてなぜ大樹の巫女を名乗れましょう。まったく、こんな時くらいおとなしくしていられないのかこんな時だからこそだと思うな。新しい女王様を迎える王都の人たちが何をどう感じて暮らしているのか少しでも知っておくことは私たちにとって大事なことだよね。うん、もっともらしいことを。いいか、必ず夕刻までに王宮に来るのだぞ。ありがとうオルガちゃん。このまま王宮へ向かい貴賓室に監禁するつもりだったが、またつなぎ合わせた手ぬぐいを伝って窓から逃げられてもかなわん。さすがにそれはもうしないと思うけど。うん、どうだろうな。お忍びのため自室に隠し扉を作るおてんば巫女に言われてもな。あ、バレてたの。お前の腕なら万が一はないと思うが、何か問題が起きたらすぐに私に連絡を入れろ。くれぐれも厄介ごとに一人で首を突っ込むんじゃない。わかりました。それじゃあ行ってくるね。